年明けの0時ちょうどの時報とともに大事な相手に明けましておめでとうって伝えるなんて、ここまで大人になると果てしなくどうでもいいことで、もう寒いから夜中に外出るのもめんどくさいし、なんなら大体年明け前にもう藤村は寝ています。でもこれがホストとホストクラブの女の子にとってはすごい年明けって大きな問題です。そもそもホストクラブに通う女の子っていうのは、自分の担当に何人お客様がいても自分を一番に最優先させてほしいものです。ホストも仕事ですから、あまりお金を使わない女の子に対しても、エースは仕事だから相手にしなきゃいけないけど、実は僕が一番大事にしているのは君だよっていう空気で常にみんなに接しているので、これが年明けの夜中の2時とかに明けおめみたいな連絡をすると、女の子の方が遅すぎないって切れるわけです。これ2時なんてもうエースの次の彼女の後のセフレの後の客の中でも3、4、5番目ぐらいに連絡が来たのかなみたいになるので、もうあっという間に病んでもうお店行かないみたいな切れ方をすることが多々あるので、年明けとともにいかに迅速に新年の挨拶をするかっていうのは新年の売り上げにも影響してくるわけです。で、不便なことに LINE には一斉送信機能がないものですから、メールから LINE に連絡手段が移行し始めただいたい7、8年くらい前はこういった困った揉め事が多かったんです。今でも毎年のようにナイトワーク向けの匿名掲示板ホスラブには、大晦日から元旦にかけて担当からの明けおめ連絡っていうスレが立つんですけど、みんな0時15分とか20分の時点でもうまだ新年の挨拶がないっていうだけでもう行かないとか、タワーの予定あるけどキャンセルするとかの怒りの書き込みが続々と並んでいます。ちなみにホストの仕事内容の大半はこういった女の子たちの重箱の隅をつつくような荒探しに対する謝罪とご機嫌取りです。話を戻しますけど、まあメール時代と違って LINE で一斉送信できないっていう問題は割とすぐに解決しまして、ホストに限らず異性を相手にするお仕事の方にはもう大体知れ渡ってる方法なんですけど、スマホを機内モードにしてから一人一人に LINE を書いて送信を押しといて、0時の時報とともに機内モードをオフにするというものです。これだと複数の相手に0時ちょうどに送信できますので、年が明けたら真っ先に明けおめって伝えたかったっていうことをみんなに言うことができるんですね。で、これを送った後は、正月で地元に帰ってるけどなんかこのタイミングでインフルかかった最悪わらわらみたいなメッセージとともに、前に実家に帰った時に取りだめておいた犬との自撮りを1枚送っとけば、あとは彼氏や彼女とのお正月をゆっくり過ごすことができるわけです。こういったね、色恋商売の人たちの話なんですけど、まあ本当に仕事熱心なホストは三が日も毎日日替わりで女の子と初詣行ったりしています。はい、ちょっと私のお話は少し古いお話なので、今はそんなことないみたいな意見もこの動画を見てると時々出てくるかもしれませんが、現在進行形でホスト遊びしてるわけではないので、その辺はご容赦ください。ではでは皆様、良いお年を。来年も藤村をよろしくお願いいたします。